昨日九州大学で開かれた贈呈式では卒業生で伊藤産業創業者の藤井徳夫さんから石橋達郎総長に目録が手渡されました藤井さんは大学からノーベル賞の受賞者を輩出しようと自社の株式20万株時価総額でおよそ2億7000万円を大学に寄付しました九州大学はこれをもとに研究奨励基金を創設し 今後株の配当金を研究活動費として活用していく方針です。